いですか？私はこれしか作れないからな。シャロは何を作ったんだ？そのピロシキは、あ、厨房に許可をもらって朝食を作りましたが、あれ、見慣れないメニューがテーブルに並んでいますね。ロシアの料理？教会育成キャンペーンですね。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ヘブンズバーンレッドやっていきましょう。ガチャまだか。1時間無料。何だろう。剣の雨が降るぜ。お、SS だ。カモいるか。やりました。これ終わっちゃったのかな。もらえないですよね。
赤星優香って主人公か。そうですね、主人公の別パターンですね。悪くないけどな。どっちがいいんだろう、やっぱ上。アタッカーであり、DP 回復だからな。SS2 つ目ですけどね、主人公は。じゃあイベントやりますか。さあ始まります。グレーチコ非常食にする。さすがに煮込んで母さんにしないと食べられないの。これは私の地元で栽培していたものだ。いつか祖国からキャンサーを想像したとき、この種で見渡す限りの農場を作りたい。つまり手伝えと。いや、お前たちがそれぞれの故郷に帰ったときに植えてくれ。遠く離れた場所にいても共に戦った仲間と同じ花を見たいんだ。ナースチャはロマンチストですね。うるさい。さあシャロもこれを。スパスイは必ず植えます。これはこれは、シャロさん、カヤモリさんの探索能力が人間離れしてきましたね。これは事件の匂いがします。ストーキングは事件ではないでしょうか。そうですね、事件ですね。分かったよ。次のライブの申請しといてやるよ。さすがユッキー、公私ともに頼りになる相棒。公私ともにってなんだよ、公私かね。うん、どったの。いや、ルカ、後ろ。え、なんもないけど。あれ、サイチ X のシャルロッタがいたと思ったんだけどな。え、シャロが？いないよ。おかしいな、見間違えたのか。いつもルカのそばにいる人、ルカがシャロに見せない笑顔を向けられている人。なんでね、あの人とシャロの何が違うの。どうすればあの人になれるの。ま、ここにおったか。
がウヌを探しておったぞ。定期検診に来ぬと嘆いておったわ。あ、ルカを思う気持ちでいっぱいになって忘れていました。確かに伝えたぞ。寄り道せずに医務室に向かうのだぞ。では。行かないと。あの女はいずれ。さあ、どこ行けばいいんでしょう。アメリカンサイズのハンバーガーが恋しいわね。それは恋しいですよね。いいチーズが手に入ったな。うなぎのゼリー寄せ。日本では新しいスパイスを調合してみましょう。いいスパ。いける？あ、いけるんだ。どこに向かってんだ。31X 所属シャルロッタ・スコポフスカヤ入ります。来ましたか。定期検診は守ってもらわないと困ります。すみません。あなたの検診はモスクワ支部から密に行うよう申し送りを受けているんですよ。なんか経験あるの？では服を脱いでそちらのベッドに寝てください。どう？はい、お疲れ様です。もう服を着てもいいですよ。何か変わりはありますか？いえ、極めて健康よ。あなたの方で何か気づくことはありますか？うん、最近胸が痛みます。そうなんだ。胸？もう一度心音を聞いてみます。どんな時に痛みますか？ルカのことを考えると。ルカ？ 31A の茅森部隊長のことでしょうか？はい、名前を口にするだけで胸がキュッと締め付けられます。極めて健康と。健康なのですか？はい、すこぶる健康です。息苦しくなるのも動悸が早くなるのも健康なのですか？はい、まごうことなく健康です。よかった、ルカと一緒にいられる時間がまだある。シャルロッタさん、体に異変を感じたらすぐに連絡をください。いや、なんか持病があるみたい。どう？失礼します。あ、待って、忘れ物です。そこの小さな巾着。あ、お守りですか？どう、大切なものです。ルカに会いたい。いた。バカな。いや、たまたま通りがかったところにシャロがいたから声をかけただけで。それは運命がシャロと出会わせてくれたということですね。重い。
しょうか。もしよければその一緒にロシアンティーでも。ロシアンティー？どんなの？たくさんの中に一つだけまずいお茶が混ざってるとか。甘いジャムをスプーンで口に含んでから濃いめの紅茶を飲む、シャロの国のお茶の作法です。へえ、なんか面白そう。スプーンは二人で同じものを使います。え、そういう作法なの？間接キスどころじゃないよね、それ。ルカとシャロだけの特別な作法です。普通に一本ずつスプーン使おう。めちゃくちゃ不満げー。再チェック総員、司令官室へ集合してください。おりゃ、シャロン呼び出しかかっちゃった。さあルカ、カフェテリアへ行きましょう。いや、今呼び出しかかったよ。聞こえませんでした？いやいや、聞こえてたでしょ。顔しかめてたじゃん。聞こえません。シャロにはルカの声しか耳に入りません。いや、シャロはルカとお茶を飲むんです。ダメだって。ほら行くよ。あ、その手を握って強引なルカ、なんかときめいちゃってる。ヤモリさん、どうしたの？シャロをお届けに参りました。ルカ、こんなにたくさんの人がいる中になんて大胆なんですね。私に何させる気なの？31X 全員揃ったぞ。そうね、カヤモリさん、ありがとう。はい、じゃあ私は行くから。シャロも失礼します。何を言っておる。ウヌは残るのだ。ああ、ルカが行ってしまう。シャロ、任務頑張ってな。無事に帰ってくるのを待ってるから。はい、ルカが待ってくれているのなら頑張ります。じゃあ、全員が揃ったところで改めてあなたたちに任務を通達します。ナナセ、本日より3日間皆さんには熊谷ドームまでの輸送車と熊谷ドーム輸送路の安全確保に当たっていただきます。護衛だと？キャンサーの巣を叩くような作戦ではないのか？キャンサーを殺せないようなつまらない任務を課すな。その点はご心配なく、現在熊谷ドーム付近ではキャンサーの出現情報が届いています。なんと、まだこちらのデータベースにない新種がいるようです。でしたらなおのこと輸送車の護衛ではなく紹介任務とした方がよくありませんか？熊谷ドームは栄養価の高い野菜などを中心に実験的な農場運営を行っている。その一部はこの基地のカフェテリアでも調理され、あなたたちも口にしているわ。加えて熊谷ドーム周辺の自然環境をなるべく壊したくない。いずれはドームを拡大して農地として利用する目的もあるのだ。だから今のところは戦闘を最小限に抑えておきたいわ。つまり輸送車の護衛とは私たちの食事を守ることと同義ということですね。その通りよ。ブリティカ、どうした？この基地の人数を X として、それを賄うために必要なカロリーを買い足し、気にしないでください。いつものことですから。そう。それでシーウェイ君、どうして私たちが護衛なんてするのかしら。そうだそうだ。
他の部隊と比べて連携するより個としての戦闘力が高いことから 31X が適切と判断されました。いい判断だ。いやいや、それ私たちにチームワークがないと言われているだけですよ。つまりはパーソナルな戦闘力が高いと褒められているのよ。この任務受けてあげるわ。いやいや、これは正式な任務ですので、私たちに拒否権なんてありませんよ。アイレイ殺すぞ。すみません、でも言っておかなければいけないと思いまして。待て、ではわらわは軍略を立てることができるのか。個別で頑張りましょう。珍しいわね。ルカが任務頑張ってと帰ってくるのを待ってると言ってくれたから、だから早く任務に出てルカにただいまを言いたいだけです。何か不純なものを感じるけど、まあいいわ。ハイチェックス出動よ。目についたやつから殺す。わらわの力を知らしめられるだろうか。これは難しい。クリティカさんの自動追尾問題なしと。ルカ待ってて。はい、怖い。どこへ行けばいいんだ。護衛任務ですか。ほぼ一つの軍と想定して戦略を練れば。キャンサーを一匹殺せば二匹目を殺せる。私の絶対的なヒーローとしての存在感を見せてあげるわい。そうそうか。守るべきために多数の死者を出していますよ。孔明の計略によって劉玄徳は逃げ切ったわ。守らねばならぬものは守り通したという意味だわ。つまりシャロ以外がみんな死ぬ。ユンシア、不吉なことを言うな。殺すぞ。なぜわらわだ。シャロの方が不吉だったではないか。ビークワイエット。おしゃべりはそこまで。必ず武功をあげてくれるわ。アイリーン、そろそろブリティカを起こせ。そうですね。ブリティカさん、カリーの時間ですよ。カリー、嘘です。また騙されてしまいましたか。でも起こしてくれ感謝します。それじゃあ出発しましょう。いや、起きてなかったんだ。
ね、バトルだ。おめでな。しかし新種もいると言っていました。ここはわらわが最も効率の良い策を練り、それに従うのが一番であろう。殺すぞ。早く行きましょう。ルカがシャロの帰りを待っています。やめて。何が？ん？どっちだ？え？どっちが正解？でもこれ先行けないから一度で済むしかないよね。オーディーゲージってなんだ。倒した。ルカちゃんウィン。シャロー、どうしたの？そろそろ帰還しますか？え、早い。道半ばで何を言っておる。輸送車を安全にドームまで届ける道を作るのが任務であろう。輸送車はキャンサーに全滅させられたことにして。するのはどうでしょう。What？ ウヌは何を言っておるのだ。早くルカにただいまを言いたい。
失望されたらシャロはもう生きていけない。ならここであなたたちと滅びる。どうどう、私の計算によると無事任務を成功させて戻るとルカさんのシャロさんへの信頼度が 13% 増します。それはルカのシャロへの思いが 800% を超えてしまいますね。シャロさんの中のカヤモリさん、もう目的すぎませんか。早く任務を終わらせましょう。失敗は許されません。私の計算ではまずはすごいな、電柱が倒れてる。行きましょう。なんだこれ、通り過ぎた。スパイスではないですね。あ、そういうことか。行こう。オートで。この策だ。向こうタイガー戦なんかあんのかな。一気に片付けるぞ。みんな行くぜ。山内様、どっちかコピー。一発にとか。なんだ。私の計算ではまずは観察です。この策だ。それは
失礼いたくらうがいい。そんなこともできる。こういうのはどう。さすがチャンスだ。行きましょう。死にたがりのようだ。望み通り殺してやる。やるしかない。そうですね。どうして道を塞ぐの？邪魔する者は消す。物騒な人が増えました。落ち着くがよい。ここはわらわの軍略で速やかに討伐といこうではないか。まずこの6人で核翼の陣を作り、中央に注意を引くのだ。そして両脇から挟むように一気に殲滅だ。勇者さん、ふん、わらわの完璧な軍略を褒めたたえよ、うん、マリアさんとシャロさんが突っ込んでいきました、うん、今すぐ死ね。消えて。あー、ドーキンどもめ。こうなったら魚鱗の陣で。あんたたちヒーローの見せ場を取るなんて許されないわよ。キャロルさんも突っ込んでいきました。うわー、誰もわらわの言うことを聞かぬ。いつも通り報じていくぞ。バトルです。勝てるでしょ。足りないぞ。ルカとシャロの邪魔をしないで。ヒーローは必ず勝つ。またしてもこの力だけで無駄の多い戦闘をしてしまった。 31X は相も変わらず下方での戦い方ですね。いやいや、ブリティカさんもかなり自分勝手に戦っていましたよ。カナタさんたちと一緒だったときは連携が取れていたように感じましたが、それはきっと丸山さんたちがそれぞれの役割を理解してバランスを取ってくれていたのでしょう。 QED です。 31X の皆さんは我が強い方ばかりですので。確かに少しもったいない気もしますね。これで熊谷ドームまでの道の安全は確保できたわね。新種をまだ見つけられていないぞ。その点は確かに気がかりではあるが、紹介任務ではないから探して回るわけにもいかぬだろう。そうね、今回はあくまで護衛よ。アイリーン、輸送車に連絡をして。了解しました。あー、あー、こちら 31X です。道路の安全は確保しましたので、移動を開始してください。オーバー。
討伐並び輸送路の確保監査します。お疲れ様です。今回の輸送でまたたくさんの食材を持ち帰ることができました。素晴らしい。これ全部私たちの食事になるのかしら。それはさすがに多すぎるであろう、はい、この基地の食料が優先されますが、近隣のドームにも配ります。熊谷ドームの実験農場が本格的に稼働できれば、それは違う形での人類の希望だと思っています。ですね、戦う私たち以外にも希望を見出せるというのは、スパイスの栽培もぜひ、伝えておきます、栽培。それではまた明日もよろしくお願いします、じゃあ私たちもひとまず解散としましょうか。そろそろ夕飯の時間か。夕食の前にヨガをしておくことにします。私は図書館で読みかけの推理小説の続きを読むとしましょう。もっとも犯人が3ページ目で分かってしまいましたが。国会の時間か。面倒だな。部隊というのは危険と隣り合わせ、
命を落とすこともあります。そんな中でシャロだけはどうしてかいつも一人生き残ってしまいますが、シャロ大丈夫です。今はルカがそばにいます。今から私の強さを見せてやる。ダンジョン行こうぜ。アリーナじゃないんですか。実戦で私が死なないってことを証明するから。シャロを残して死なないと言ってくれた強いルカが一緒です。ねえシャロ、シャロを残して死なないのは私だけじゃないよ。そうなのですか。サイジ X のみんなだって頼りになるだろ。みんなも強いとは思いますが、ルカほどではないかと。そうかな。キャロルとかマリリンかなり強いと思うよ。ユンユンやブリちゃんだって頭の回転いいし。アイリ、ルカ、今シャロはルカと一緒にいます。他の人の話はしたくありません。シャロ、私はシャロのことを大事に思ってるよ。ルカ、だからこそちゃんと言いたいんだ。 31X のみんなと仲良くしなって。シャロ、思っても見なかったルカの性癖にシャロは少し戸惑っています。ですがルカのためなら他の人のものにもなりましょう。私そんな性癖ないよ。今はこうして私と一緒にいられるけど、任務となるとそうはいかないだろう。一緒に戦う部隊の仲間との信頼関係はちゃんと結んでおいた方がいい。ずるいです。そんな真剣な目で言われてしまってはシャロは断れません。ですが 31X は国も文化も違う異彩の部隊です。普段も別行動はしています。どうすれば仲良くなれるのかシャロには分かりません。 31X 自体を仲良くさせる必要もありそうだな。手っ取り早い異文化交流といえば、シャロって料理できる？はい、ロシア料理でしたらそれなりに。モスクワ支部にいた頃は友人たちと持ち回りで作ったりしていましたので。それだ、シャロの手料理を振る舞おう。ルカにですね。 31X にだよ。シャロの手作り料理で胃袋をつかんで信頼関係結んじゃおうぜ。ルカのアドバイスに従ってみます。シャロの故郷の料理、いつも作っていたものといえば、お疲れ様です。どうかしましたか？食材で欲しいものがあります。何でしょう？用意できるものに限りはありますが、おっしゃってください。チーズとグレンチカと、あと、椎茸などのキノコがあれば。グレンチカ？日本だと、そばの実です。わかりました。それらでしたら大丈夫です。スパッシバ。これで明日の朝ごはんは。
今日の任務は山岳地帯。新設も残っているようです。うんうんうん、もちろんシナモンを。ほら、任務中にアルコールは。また回想シーン。ねえ、部隊長は今回もシチーですか？私はこれしか作れないからな。シャロは何を作ったんだ？そのピロシキを。やったー、シャロの作る料理はどれも美味しいから好き。ありがとうございます。この寒さの中、任務を遂行するのに大切なのは食べることだからな。ああ、人間、腹を満たすことができればどんな困難も乗り越えられる。そろそろ出発の時間ですね。よし、行くぞ。だないと思ったら先に朝食に来てたのね。今日の朝着は何であろうか。あれ、うん、見慣れないメニューがテーブルに並んでいますね。これはこれはおかゆとパンケーキでしょうか。リゾット。感謝とセルニキです。ロシアの料理が突然どうしたのだ。みんなと仲良くなるために必要な異文化交流とルカからアドバイスをもらいました。まずはシャロのことを知ってもらおうと。この朝食はモスクワにいた頃にシャロの舞台でよく食べていました。なので今の舞台の人たちにも食べてもらおうと。うん、食を通して互いの理解を深めるか。考えてみれば今までお互いを見る機会がありませんでした。シャーロ、あなたはとても素晴らしいきっかけをくれたわ。私たちは子を尊重しすぎて互いの理解をおろそかにしていたわ。本来なら私がやらなきゃいけなかったことなのにね。 Thank you。 これはルカが教えてくれたことですから。でもそれを行動に移してくれたのはシャロ、あんたよ。おい座れ。食事を前にいつまでも立っているのは礼儀知らず。そうですね、せっかくの料理が冷めてしまいます。シャロさん、それぞれの料理の説明をしてもらってよろしいでしょうか。だ、カッシャはそばの実を鍋で香りがするまでいってから水を加えて。異文化交流食事編、うまくいったみたいだ。何ニヤニヤしてんだ。いいことをしたなと思ってさ。はあ、んなことより口元にパンくずついてんぞ。え、恥ずかしい。そっちじゃねえよ。ちょっとじっとしてろ。おサンキューユッキー。それ食べちゃっていいよ。んなもん食べねえ。あれ、なんか急におかんが。ルカの口元に触れた。あの指を許さない。シャロ、どうかしたの？いえ、なんでもありません。このセルニキというパン、甘い上にチーズの香りが深くうまい。アフタヌーンティーにも合いそうですね。これはいい頭の栄養となりそうです。
うむ、これを食せば良き軍略を練れようぞ。ブレックプラスとは1日のエネルギー、ランチやディナーよりも大切ね。これからは定期的に故郷の食事をそれぞれが作ってみましょうか。それはいいことだと思います。朝からピッツァか、悪くないな。あれ、イタリアの朝食はドルチェやブリオッシュのような甘いものではないのですか？殺すぞ。一般的なイタリア文句を聞いただけです。朝からカリー、素晴らしいですね。インドはそうなのか？だとしたら昼食は何になるのだ？カリーです。お夕飯はカリーです。お前が好きなだけじゃないのか。インドの料理はマサラという香辛料を使うため、どれもカレーのような風味になるので、あながち間違いではありませんね。殺すぞ。すみません、余計なこと言いました。あ、ルカ。朝食見てたよ。はい、シャロも見ていました。あの女がルカの口元に触れたの。待って、なんか私と見てるものが違う。ルカ 3-1-X が戦闘のこと以外であんなに話をしたのは初めてです。知らないことをいろいろと知ることができました。それは良かった。やっぱり舞台として仲良くなれば、その分連携もうまくいくと思うよ。言葉を交わさなくても、お互いが何をしようとしてるのか分かるくらいになりたいじゃん。ルカは三一へのみんなを信頼しているのですか？そりゃね、私たちは人類のために戦ってるけどさ。でもやっぱ仲間を失うって辛いし、絶対失いたくないじゃん。それが結果的に人類を救うことにもなると思うしさ。ルカ、ありがとうございます。もしこれで 3-1-X が強くなれるのなら、それはルカのおかげです。モスクワではシャロ一人を残してみんな死んでしまいましたが、シャロはもう誰にも傷ついてほしくありません。うん、シャロはやっぱり優しい子だよな。え、ほら、初めて話した時のことを覚えてる？ルカと初めて話をした時、あなたは金物。ルカ、違うよ、私の記憶と随分違ってるよ。ごめんなさい、今のはルカと初めて会った日の夜に見た夢でした。ほら、シャロは私に近づくなって言ったじゃん。自分に近づくと死ぬからって。それって私のことを気遣って言ったことだろ。はだからさ、私のシャロの第一印象は優しい子だったんだ。そしてそれは間違ってなかった。ルカはずるいです。いつもシャロの心を遠慮なく開いていきます。そりゃ大切な仲間なんだからさ、私は遠慮しないぜ。仲間？あれ、なんか私の言った仲間とニュアンスが違った気がする。シャロは次にどうすればいいでしょうか？次の異文化交流といえばお風呂だな。お風呂ですか？前にマルちゃんにも教えたんだけど、仲良くなるにはやっぱ裸の付き合いだよ。そうですね。
ルカはシュロ以外の人と一緒にお風呂に入っているのは知ってます。いつも楽しそうに入っているのを見ている。待って、なんか私と見てるものが違う。なので一緒にお風呂というアドバイスは理解できます。今日の任務の後みんなを誘ってみようと思います。うん、頑張って。だ、とりあえずここまでにしときますか。行きますか。you
片付けるぞ。山脇様に邪魔をさせないで。動いてない。大事に使わせてもらいます。ドーリー、いっけいっけ。
嬢様の方がお強い。またお嬢様に妬まれそうだ。
はい、ということで、ここまでにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。